国中のヌーラン。1937年。国中のヌーランとその妻。1937年。イレール・ヌーランは、プロフィンテルンに所属したソビート連邦のスパイ。主に、中国で活動した。本名は、ヤコブル・ドニク。ウクライナの労働者の家庭で生まれた。1914年、キエフの商業学校を卒業し、第一次世界大戦に従軍。 1917年2月、ボリシェビキの一員となり、10月革命ではタイを率いて、東急を攻撃した。1918年チェーカーに入り、1924年コミンテルンに移った。1925年、タチアナ・モイエーセンコと結婚。1928年春、妻と共にコミンテルンから上海に派遣された。1930年、 上海に3つの貿易会社を起こした。1931年6月15日、太平洋労働組合初期局の初期員の時、妻と共に、上海疎開の公部局警察高等課に逮捕された。パスポート名は、スイス国籍や、ルージであったが、他にも複数国のパスポートを所持し、十数箇所のアジトや、別の名前での八つの郵便支所箱を有し、二つの 事務所と商店を経営していた。ヌーランの検挙により、上海を中心として、アジア各地に張り巡らされていた、コミンテルンのネットワークが摘発されていった。逮捕の2ヶ月後、アルベルト・アインシュタイン、マクシム・ゴーリキー、アグネス・スメドレー、総レーラが、発起人に名を連ねて、ヨーロッパで、ヌーラン夫妻を守る会が結成され、世界的な釈放運動が進められた。 コミンテルン初期で国際連絡部責任者のオシップ・ピアトニツキーは自ら救出活動の陣頭指揮に当たった。総経営は監獄で数回にわたってヌーランと面会し当時4から5歳だったヌーランの息子を自宅に引き取って養育した。リヒャルト・ゾルゲはヌーラン救出のために法官を買収することを提案しコミンテルンなどから総額10万ドルの買収費が 拠出されたことが記録されている。1932年8月19日軍事法廷で死刑を宣告されたが、買収のかいあってか、1933年6月、大社により終身刑に減刑された。日中戦争勃発後の1937年、保護観察処分となって、交流を解かれた後、コミンテルンの手配により、ソ連に帰国し、 1963年に死去した、ヌーラン事件に関するカテゴリー、ありがとうございます。